バネッサ・メイ・バネッサ・メイはシンガポール出身のバイオリニスト。現在はイギリス国籍。いわゆるオルタナティブやフュージョンと呼ばれるジャンルのミュージシャンとしてクラシック音楽とポップスの垣根を越えて活躍している。本名はバネッサ・メイ・バナコルン・ニコルソン。母親が歌教のためチェンメイという中国名を持つ。ジップがタイ人のためにタイ語の名も付けられている。 両親の離婚後、母親はイギリス人のグレアム・ニコルソンと再婚。このためロンドンで教育を受ける。3歳でピアノを、5歳でバイオリンを始める。1991年から1992年にかけて13歳にしてチャイコフスキーとベートーベンのバイオリン競争曲を録音し、それまでの最年少録音記録を塗り替える。成人後はセクシーな衣装で、 音楽ビデオに出演して有名になる。ジャネット・ジャクソンのアルバムザ・ベルベット・ロープにも参加。バネッサ・メイはしばしばその活動の仕方においてフィンランドのバイオリニスト兼モデルのリンダ・ブラーバと比較されてきた。1990年から CD アーティストとして活躍を始めているが日本デビューは1995年と遅かった。 2006年トリノオリンピック金メダリスト、荒川静香がフィギュアスケートの本戦競技において、バネッサメイのアルバム、チャイナガールの収録曲、誰も寝てはならぬを利用し、特技のイナバウアを披露したことから、日本国内でこの曲が非常に話題を集めた。当時アルバムは廃盤になっていたことから、この曲を含むベストアルバムが急遽リリースされた。 2014年ソチオリンピックにアルペンスキーの対代表選手として父親の性を使ったバネッサバナコーンを名乗って出場したが後に出場資格をめぐる不正が発覚し国際スキー連盟から4年間の大会出場禁止処分を受けたその後不正はなかったと判明しているありがとうございます